どうもこんにちは、カイカイです。 FF16 が全然売れていないらしい、スクエニも不満らしいという話がネット上でちょっと出てきております。実際にどうなのか気になったので軽く調べた結果をこの動画にまとめていこうと思いますけども、 FF16 の売り上げに、スクエニが不満を持っているという情報のところ、主に2つ発見することができましたので、まずその2つを見ていこうと思います。1つ目なんですけども、こちらスクエニの方から、決算で言われている部分なんですけども、ここ年度ごとの比較が出てきておりますが、ここ今年度で見てやると、856は去年の748と比べると売上高はちゃんと増えているんですが、その右隣にある2つが利益とかそういった部分になってきますけども、売上高が増えていても利益が減っているということは、コストがかさんでしまったので、売上高が純粋な黒字につながらなかったという感じになっています。黒字ではあるんだけども、その黒字を増強させるには至らなかったとか、そういったイメージですね。これが1つ目で、2つ目なんですけども、こちらですね、もともとデイビッド・ギブソンさんがスクエニのアナリストブリーフィングに出ておりまして、そこで先ほどのこのスライドには入っていないこともちょいちょい聞いたみたいです。で、その中で、この望月隆さんが拾ったやつがあったんですけども、それが、スクエニが FF16 の売り上げには不満であったぞといった感じです。厳密にはそういう言い方というよりかは、 FF16 の売り上げはもっと欲しかったとか、そういった言い方をここのツイートの中ではしているんですけども、それが2つ目の情報となっています。それじゃあスクエニが FF16 の売り上げに不満を持っているというふうに使われている根拠を2つ話したところで、自分が発見できたそれ以外の情報についても話していこうと思います。まず当初この望月隆さんに、ソースとして利用されていたデビッド・ギブソンさんですね、ツイートが削除されているのを確認できるかと思いますけども、デビッド・ギブソン、ちょっと言い方が悪かったというふうにいうふうなことで、このツイートに返信する形で、ツイートを書き直しております。こう、FF16 の売り上げをもっと多いと希望していたといった言い方は、少し違うなといった上で、 FF16 の売り上げ自体は想定の範囲内ではあった、ただし想定のこの幅がある中でのハイエンドではなかったと。こう、例えば300万本から400万本が来るだろうなと予想していたんであれば、400万本の方ではなく300万本っていうその予想の中では低い方の数字になったが、想定内の範囲ではあるので、別にもっと欲しかったというわけではないと、もちろんもっと欲しかったんだろうけども、もっと来るべきだったとか、そういった強い気持ちにはなってないという感じですね。スクエニゲームの売り上げについては結構素直な企業だと思うので、ここで想定の範囲内だと言っているのであれば、不満自体はないんじゃないかと思います。もちろんもっと売れればそれに越したことはないが、とりあえず300万という数字には満足しているという形じゃないかと思います。スクエニが売り上げについては素直な企業だという根拠なんですけども、結構ズバズバとフォースポークン全然売れんかったわって言ってたので、そこが根拠です。さて、こちらのスクエニの決算の方に戻って次のスライドに進もうと思うんですけども、そこで FF16 等の発売により前年同期比で増収と書いてあります。ここにこのオレンジのグラフに見える通りですよね。で、その次のところで、一方で開発費の償却負担が先行したこと等により前年同期比で減益というふうに書いてあります。この開発費の償却負担が先行したこと等によりっていう言い方なんです。言い方というか、このこれがどういう意味なのかなんですけども、 FF16 結構長い目で見て、収益を伸ばしていこうとするっていうのはもうヨシピー団だったかと思うんですけども、その長期的に見て利益を上げられるもののコストっていうのを序盤の方に全部先に計算してしまっている。要は何億円が開発費だったのか知らないんだけど、仮に200億円としましょう。200億円かかって400億円儲けたいんだけども、その400億円っていうのは長い目で入ってくると、今はまだそのうちの200億円分しか入ってないからプラマイゼロになっているけど、将来的にはプラスになりますが、今の段階では先にロスの方を計算してしまっているので、プラスの方がまだ全部入ってきていないということで、マイナスの方が強く現れます。そういったニュアンスとして捉えていいかと思います。その200とか400というのは、適当な数字なんで、その数字自体は気にしないでください。あくまでも一例としての話ですね。それが開発費の償却負担が先行したことによりという意味です。言い換えれば、FF16 の売り上げがこれから順調に伸びていくことができれば、来期のこのグラフは結構もっと青色に傾くはずだというふうなことでもあります。FF16 をこれからどんどん売っていく戦略っていうのはいろいろあると思います。ディスカウントであるとか、DLC とかやる予定があるのかは正直はっきりとは分からないんだけども、そういったことを通しての増益を目指していくんじゃないかと思います。で、この FF16 について、スクエニがどう思っているのかという部分について結構重要な情報がここにもう一つあると思っていまして、ここ先ほどのデイビッド・ギブソンさんが話していたことらしいんですけども、それが中規模タイトル
から、シフトして大規模な AAA タイトルにこれから開発のリソースを割いていきたいというふうなことが発言として出てきていたそうです。先ほど言った、スクエニのアナリストブリーフィングにおいては。ということで、FF16 が大失敗したのであれば、これから先 AAA を増やしたいですよねとは言わないと思うので、そういう観点からも FF16 の売り上げ自体に不満はないんだろうなというふうには思っています。で、今から話す部分っていうのは結構極端な例になりますので、みんながみんなこれを言っているわけではありませんが、本当に一部ごく少数の過激派の人が言っていることで、こういう決算情報とかを見た上で机にオワコンみたいな、ね、そういったことを言いたがる人がもちろんおります。別にそういう人たちは無視すればいいなというふうな感じではあるんですけども、一応この動画の範疇の中ということで、ざっくりと押さえていこうとは思うんですけども、その人たちがもう一つ大好きな根拠に、こちらがあります。で、これがですね、株価のグラフです。スクエニのやつがふーんで、今回の決算で、利益が大幅に減ってしまったことが公開されて、下のスライドで、こういう理由ですというふうに言われているわけではあるんですけども、まあ当然ながら利益こんだけ減っているというふうに知れば、なんだろう、ビビって逃げ出す人もいるかと思います。それがこの株価に現れているということかと思いますけども、これを持ってきてほらスクエニやばいじゃんっていうふうなことを言いたがる人がいるという、そういう話ですね。自分は投資のプロでも何でもありませんけども、こういう一時的な下落っていうのは結構すぐに復活する傾向にあるかと思いますが、大事なのはそこじゃないんですよ。仮に戻らなかったとしましょう。戻らなかった場合は、スクエニさんドンマイです。ドンマイですけども、いいゲームを作り続けてくださいと、それだけだと思います。別に株主でもない自分らが株価のグラフ見てうんたら言ってもしょうがないと思いますので、FF16 成功、とりあえずの成功というふうに、スクエニさんは捉えているようですので、そのまま AAA ゲーム、でっかいゲーム、楽しいゲームをどんどん作ってくれたら嬉しいなと自分は考えております。自分がこういった形で FF16 の売り上げについての動画を作っている理由っていうのは、別に自分が FF16 の売り上げが重要だからだと思っているわけではありません。もちろん FF16 の売り上げが良ければ良いほど、こういったアクションフォーカスなゲームをスクエニさんが作ってくれるようになるっていうことで、それは自分的には美味しい展開なので、FF16 いっぱい売れてほしいなと思うところであるんですけど、わざわざ動画を作るほどではあんまないんですよね。確かに300万も売れた時は記念動画みたいなものを出したんですけども、じゃあ仮に FF16 の売り上げが悪かったからといって、それをわざわざ有用な動画を作るかどうかっていうと、作らないんですよね。別に、いいことではないし、その動画を作ったことで多分誰も得しないし、で、この動画をなぜ作っているのかなんですけども、そういった自分が先ほど言ったいい話でもない、誰も得しない話が結構湧き上がってる、いろんなところで話されているというふうに感じたのがなぜだというふうに思ったので、この動画を主に作っております。先ほど言った通り、誰も得しない、それを話す、 FF16 が売れないことで得する人って多分この世界にいないと思うんですけども、正直自分の目から見ると、する必要のない話が湧き上がっているのを見たがための反論動画という形でした。まあ、あとはあれですね、情報が間違って捉えられることによって、間違った情報がどんどん広められていくっていうのもなんか腹立たしいなということもありますので、この話させていただきました。楽しんでいただけたら高評価の方ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。